空へと高く高く飛んでいけたら、心に見付しないそうな夢も上手に描いて、街の中遠慮がちに佇む小さな公園、遊び相手を待つようにブランコは揺れてる、向かいのベンチには犬を連れたおじいさんとネクタイを緩めた人、空を見上げてた。私の生きる街はしかり前を見て歩かないとつまずき、人波の中うずく ございます。いつもいいねボタンやコメントもとても励みになっています。ありがとうございます。ひろみずチャンネル通常バージョン、なんかすごい久しぶりな感じがしますね。ここのところね、生配信を1週間に2回やったんですよね。結局中3日4日ぐらいしか多分空いてないですよね。ねえ、みんなだってね、こう予定あったりとかね、忙しかったりすると思うのに、本当ね、時間を作っていただいて、付き合っていただいて本当ありがたかったなと思います。なんかね、ちょっとね、食べ物とかもそうなんですけど、好きとかって思うと、あ、美味しいとか思うとずっとそればっかり食べちゃうような傾向があるんですよね。その傾向が今回生配信ではちょっと出てしまったかなと、はい、思ってますね。もうちょっとちゃんと準備してやった方がいいなって、さすがに1週間に2回は多いでしょうっていうね。なのでね、もうちょっと様子を見ながらやっていきたい
いなと思ってますので、また楽しみにしていただけたらいいなと思います。本当ありがとうございました。皆さん元気に過ごしていたでしょうか。私はですね、千葉にね、トケっていうところがあるんですけど、そこにね、昭和の森公園っていうね、まあよく行く公園があるんですね。大きな公園なんですけど、すごくねいいところで、私も本当千葉に来てから何回行ったかなっていうぐらいもうたくさん行ってるんですけど、本当季節ごとの花とかもたくさん咲いて、これからだとね、アジサイが綺麗なんですよ。アジサイがいっぱい咲いてるセクションとかもあって、そこに行くのがまた楽しみだなと思ってるんですけどね。そこにね、ルパンを連れてこの前行ってきました。あのね、ちっちゃい頃に一回連れてったきりなんですよ。リードをねつけてくれないんですね。本当に死ぬほど嫌がるので、もうずっとね連れてってあげられてなかったんですけど、なんかね家にいてもね、なんかこうベランダとかにこうよくいたがったりするんですよ。柵の向こうだよね、から外の匂いがしてくるじゃないですか。それをねこう一生懸命体伸ばしてうーんって嗅いでたりするので、なんかそういうの見てたら、あ、また連れてってあげたいなと思って試しに連れてってみたんですよ。そしたらね、ちっちゃい頃はわーっと走り回ったりとかしてたんですけど、今回連れてったらね、ずっと私の見える範囲そばにいるんですよね。すごくね慎重な子なんですよ。大きくなればなるほど余計慎重になっていってるような気がしますね、あの子は。なんで特にね遠くに行ってしまうこともなく、ずっとそばでねひたすら草を食べてましたね。美味しそうに食べてたね。いるよねって感じでチェックしながら食べてましたね。でもなんか本当に気持ちよさそうにしていて、なんかね、もともとねウサギってこう野生のね生き物じゃないですか。だから本来だったらね、こういうなんか緑の豊かなところでのびのびと生きるのがきっと幸せなんだろうなっていうのをちょっとね思ったりもしました。でもまあルパンはね、ペットとしてねこう売られて、で私もペットとして飼って育ってきているので、野生に行ったって生きられないとは思うんですけど、なんか改めてこうたくさん可愛がってあげなきゃいけないなっていう風にね思いましたね。すぐそばにね、ホキ美術館っていうね美術館もねあるんですよ。この美術館もまたすごくね素敵な美術館ですね。写実がほとんど写真と見分けがつかないぐらいのすごい絵がたくさんこう展示されているところなんですけど、建物自体もすごく雰囲気があって、本当一日中そこでも過ごせるぐらいの素敵な美術館。こっち方面来る機会があって、絵とか好きだったらぜひね、ホキ美術館も寄ってみていただけたらいいなと思うんですけど、すごくいいとこなんですよ。でね、皆さんからいただいたスーパーチャットでですね、ルパンに何か美味しいものをっていうふうに言ってくださっていたので、本当ありがとうございます。ルパンにね、本当 おやつをね、いろんな種類のおやつを買って、トイレできるたびにいろんな種類をこうあげてるんですね。すごいあの子も楽しくなっちゃったみたいで、すごいね、それでね、なんかトイレをね小出しにするようにねなったんですよ。ちょこちょこして呼びに来るんですよね。できたよ、ね、できたよっていう風に。でたまにこうお手洗いやったよっていうことを気づいてあげられない時があるんですけど、わざとしちゃいけないところにするんですよね。だからね、頭いいなと思いますよ。あとね、白菜がねすごい好きで、家でね白菜をね洗って、で何物干しで干して、で乾燥させた白菜を揚げてみたらね、すっごい喜んで食べてくれて、こんな感じ。そう、やっぱ好きなんですね。もうなんで このねポトスなんですけど、これね時々ねベランダにこう太陽に当てたりもするんですけど、そういう時にルパンがベランダに出ちゃうとすぐ食べちゃうんですよ。これこうやるとわかるかな、こう噛んだ後、これルパンのね、この子食べられちゃって、いくつかやられてんだよね。そう、これもかな、ほらちょっとほら噛んだ後わかるかな。そう、もう油断も隙もあったもんじゃないっていう感じなんですけど、すごい好きなんですよ。はい、ね、最初からだいぶ長々と喋ってしまいましたけど、そろそろ番組をスタートさせたいと思います。どうか最後までゆっくり楽しんでください。はい、ヒロミズムービーセレクションのコーナー、今日ご紹介させていただく作品はこちら、永遠の子供たちです。2007年、スペインとメキシコの合作映画、監督は J.A. バヨナ、
脚本はセルヒオ G サンチェスです。はい、久しぶりのですねホラー映画のご紹介です。でもねホラー映画って言ってもかなり珍しいタイプのホラー映画だと思います。まずはあらすじをご紹介します。主人公のラウラは海辺にある孤児院で育ちました。大人になり閉鎖されていたその孤児院を再建するため夫のカルロスと息子のシモンと共に屋敷へと引っ越してきます。息子のシモンは繊細な子供で空想癖があり、屋敷へ越してきてからも空想の子供たちと一緒に遊んでいました。ラウラはこれから迎える障害のある子供たちのために屋敷でパーティーを開きます。そんな中突然シモンが姿を消してしまいます。ラウラとカルロスは必死で探しますが見つかりません。屋敷では謎の音が聞こえたり不気味な袋をかぶった子供が現れたり不可解な現象が起き続けていました。さてこの屋敷で起きている現象は一体何なのか、そしてシモンの行方はというのがあらすじになります。すごく不気味だしずっと怖いんですよ。怖いんだけどラストまで見た時にえってすごいね感動するんですよ。この映画想像を超えてくるんですよね。オチが面白いですよ。ぜひ見てほしいなと思います。スペインのね作品なんですけど独特で、以前ねこのヒロミズムービーセレクションのコーナーでご紹介させてもらったあのベネズエラのホラー映画でマザーハウスっていうちょっと SF の要素も入ってるような映画を紹介させてもらったと思うんですけど、あの感じにも近いかな。かなり独特ですね。あのハリウッド映画でも似てるのがあってアザーズっていうねニコール・キットマンが主演してるあの作品があるんですけど、それにもなんかこう近いものを感じる雰囲気っていうんですかね、おどろおどろしいものというよりは寂しげでなんかちょっとこう幻想的なっていうのかな、そういう雰囲気がずっと漂ってるホラー映画、この感じが好きな人は結構ハマるんじゃないかなと思います。でね、最初に言ったようにラストがねやっぱりすごい展開なので、あのネタバレに、ね、ならない程度に話そうと思うんですけど、主人公のラウラ自身がですね30年前にこの孤児院である屋敷で育っているんですね。で一緒に孤児院で暮らしてた子どもたちっていうのはみんなねあの障害を持った子どもたちだったんですね。でラウラだけが障害を持っていなくて、で一番初めに養子にもらわれてその孤児院を出ているんですね。だから孤児院を出てからその後その孤児院で何があったかっていうのは知らないままに時が経っているんですね。30年後ここを再建させるために戻ってくるんですけど、まあいろんな不可解なことが起きると。映画が始まって一番最初のシーンがですね、孤児院の庭で子供たちが遊んでるシーンから始まるんですね。あの 1,2,3 ドア叩けっていう遊びをやってるんですけど、これがねあの日本でいうあのだるまさんが転んだと同じ遊びなんですよね。ちょっと調べたらね世界中に同じような遊びってあるんですね。あの呼び方は全部違うんですけど不思議ですよね。一体どこが発祥だったんだろうっていうのはねすごく気になるところだったりもするんですけど、であのまあラウラはねなんとかシモンを見つけたくて、そのまあ架空の子供たちっていうかなにコンタクトを取るためにこの1,2,3ドア叩けっていう遊びを夜やるんですよ。いや考えてみたらねこれすっごい怖いなと思って、これ普通に真夜中にね誰もいないところで一人でだるまさんが転んだの鬼ってできないですよね。想像したらめちゃくちゃ怖くないですか。絶対振り返ったら誰かいそうじゃないですか。なんかねそういうシチュエーションも含めてなんかいちいち怖くて面白いんですよね。霊媒師をね呼んで霊障してもらったりとかそういうことまでするんですよ。そのね霊媒師が来てそのやってる感じとかもなんか懐かしいというか、あの昔ありましたよね、ポルターガイストっていうハリウッド映画かな、あれもねこう霊媒師が出てきていろいろ霊視したりなんだりっていう、こう人が集まってこうみんなでこう解明しようとするような雰囲気も入っていたり、なんかとにかくね面白い要素がいっぱい入ってるんですよね。 なんだろうこれっていうようなハテナっていうんですかね、そういうのは最後に全部きれいに回収されます。
ハテナが残らないっていうんですかね。それがすごくまた気持ちいいところだと思います。想像をさらに超えるオチが待ってるっていうのがまたすごい。私ね、Amazon プライムに入ってるんですけど、Amazon プライムでもね、見れないんですよ、今。お金払っても見れないっていうような作品で、もうしょうがなく借りに行ったんですけど、最初見つかんなくて、ホラーでこう探してても。で、お店の人に聞いたら、なんかね、ファンタジーのところに、ね、ポツンと入ってましたね。え、ファンタジーじゃないでしょって思ったんですけど、よくよく考えてみたら、あ、確かにファンタジーの要素もあるなって思うんですよね。だからビデオ屋さんのあそこに入れた人はかなりのマニアなのかもしれないなと逆に思ったりもしていました。本当にね、珍しいタイプの名作っていう感じのホラー映画だと思います。はい、ぜひね、見てほしいなと。すごくおどろおどろしくて、うわー怖いっていうのが苦手な人でも見れるんじゃないかな。こうお屋敷とか幻想的な雰囲気とか、なんかそういう感じが好きな人は結構ハマる作品なんじゃないかなと思います。で、結末を知ってからもう一度見るとまたさらに切ないなと思う作品ですね。はい、興味が出てきたよという方はぜひ見てみてください。ということで、今日ご紹介させていただいた作品は永遠の子供たちでした。次回ご紹介したいなと思う作品はこちら、ヒドゥンフェイスです。はい、これはですね、2011年制作のコロンビアとスペインの合作作品です。サスペンスとかスリラーとかそういうジャンルになるかなと思います。まあ、今回ご紹介したのが、まあ、霊的なその怖いお話だったんですけど、まあ、ホラーだったんですけど、今回はね、人間の怖さ、そしてね、女の怖さっていうのかな、をかなり描いている作品じゃないかなと思います。怖さっていう意味で言ったらこっちの方が怖いかもしれない。はい、とても面白い作品です。こちらをご紹介したいなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。ということで、ヒロミズムービーセレクションのコーナーでした。遥か空にボーイング音もなく、ああ高段の屋根の上、どこへ行く、誰かの吹き気も寝静まる夜さ、バイパスの澄んだ空気と僕の街、泣かないでくれダーリン、ほら月明かりが長い夜に寝つけない二人の額を撫でて、まるで僕らはエイリアンズ、禁断の実頬張っては次の村を夢見て、君が好きだよエイリアン、この星のこの僻地で魔法をかけてみせるさ、いいかい、どこかで不揃いな遠吠え、仮面のようなスポーツカーが火を吐いた、うー笑っておくれダーリン、ほら素晴らしい夜に僕の短所をジョークにしても眉を潜めないで、そうさ僕らはエイリアンズ、街灯に沿って歩けばご覧新世界の夜
スとダンスを暗いニュースが日の出とともに街に降る前にまるで僕らはエイリアンズ禁断の実頬張っては次の私服タイムのコーナー。今日試食してみるコンビニスイーツはこちら、じゃん、もっちりわらび餅練乳いちごです。毎度セブンイレブンです。おいしそうだよ。すっごいプルプルいってますよ。もうよだれが出てくる。おすっごいいちごジャムの匂い。いい匂い、いい匂い。パン食べたい、パン。じゃあ見た目こんな感じで、うわー美味しそう。色がね、濃いね。いちごの甘いよだれが本当に止まんない。うん、美味しそう。いただきます。あ、はい、綺麗だね。白と赤のハーモニー、美味しいここ痛い痛い、ここ痛いやつ。いちごジャムもすごい美味しいし、練乳ってどこにあるんだろう。練乳感はちょっとね、分かりにくいんですけど、いるんですよ。下にこう液体で練乳が、練乳につけてこの白いわらび餅を。あのね、練乳感あんまり分かんないいちごジャムがかなり甘いので、ちょっと練乳の甘さに勝ってるかなほら、練乳っていちごに、あの普通のいちごってちょっと酸っぱいじゃないですか。そこにかけるからあの甘さが際立つんだなってことが分かりましたでもすごい美味しいですけどね。あのいちごジャムと合わさると練乳感っていうのはそんなに分かんないかな。多分でもこのわらび餅がこの白いのはきっと練乳で作ってんだろうなとは思います。わらび餅のネチネチ感が最高です。すっごいネチネチしてる。私ね、練乳ね、ちっちゃい頃も大好きで、チューブのね、あの牛さんの絵の描いた、もうね、ねぶってました。ねぶるってわかる？ねぶるっていう、あのこうチューってやって口からもうそのままもうチュー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 やってて、こらーって怒られるじゃないですか。だから母がいない時とかね、仕事に行っている時とか、家に一人の時にやってましたね、うん、よく怒られてた。バカゴシクトガって言うんですよ。何度か話したことあるかもしれないですけど、うちはあの両親ともに九州なので、普段はね、なんかしないけど2人とも標準語喋ってるんですよね。でも怒ったりするときはやっぱ出るんでしょうね、字がそれでよくね、このバカ腰とかなんだしょっとかわりゃーって何言ってるかわかります？クラッソわりゃーっつってねよく怒られてましたね。でもなんか九州弁のせいなのかわかんないんですけど、そんな怖くないんですよねイントネーションがなんかあったかく感じるっていうのかな。うちくるキャストはあれやーっていう言葉もありましたよ。何それって思いますね。うちくりキャスジョ、うつくり、うちくりキャストはあれやーっていうけど、多分相当良くない言葉だよね。そう、母といえば母の日だったじゃないですか。
まあ、今ね離れて暮らしてるので送りましたね。やっぱねヘッドスパめちゃくちゃ気持ちいい。はい、こういうねルメントのこのマッサージ機みたいなこう頭にこうやるやつなんですけど、これがすっごい気持ちいいんですよ。もうこんな風に動くの、え怖い。これがこう頭にこうやってこうやると気持ちいいってなるんですよ。これがねあのねこんなのちょっとあの頭だけじゃなくて肩とか首すぎとかね、もうねすごい気持ちいいですよ。でねこれちょっとわかるかな、肌がしっかり動く、ほらこれぐらい動いてるのわかります、これですよ。これが頭で、これあ1万ちょいするのかな、でも1万ちょいとは思えない気持ちよさだと思うんですけどね。でこれと一緒に炭酸シャンプーの泡なんですよね、こう振ってピシューってやるとムースみたいのが出てきて、それを頭でこうシャンプーでこう洗って、で泡立てた状態でこれをまたやると気持ちいいし、でこれはねプレゼントしたら喜んでもらいましたね。これ父の日でもいいと思う、男の人も喜ぶと思うから、すごいいいですよこれ。ルメント有名みたいですね。でもねもうヘッドスパ、あとね母の日テストっていうね、もうねちょっと原本がないので、あなたの母の好きな食べ物を書きなさいとか、そうあなたの母が目玉焼きにかけるのはとかね、そうそうそう、あなたの母の今の夢を書きなさいとか、なんかそういうねちょっとね、面白いのそれを書いて改めてね、あ結構知ってるつもりで知らなかったんだなっていうのをね、なんか自分で思ったりしながら書いて楽しんでましたね。でそれを、読んだらその母がそれに対して採点をするっていう、面白いこと考えますよね。全然違うよとかって怒られるかもしれないけどあなたの母が連れてよく連れて行ってくれたところを書きなさい、そういうのもあっていろんなとこ連れて行ってもらって家族で行ってました。だから母に連れて行ってもらった場所って限定でってなると、あそうお母さんだけにってどこかなと思ったらね、あのね、病院にねよく連れてってもらったなっていうのを思い出しましたね。小学生ぐらいまでは本当にね体が弱くって、よくね入院とかね通院とかしてたんですよね。だからその度に母が付き添ってくれて、あの病院に連れてってくれてて、でよく行ってたのがね川越にね住んでたんですけど、埼玉医大っていうね大きな病院だったんですよね。そこで手術したりとか入院してたことが多かったので、なんだ通院するのもそこに通院してた。大きい病院って待ち時間すごい長いじゃないですか。朝一で行っても夕方まで行かないけど結構長くかかるんですよね。そういうのもねずっと付き添って一緒に行ってくれてましたね。まあ母の日ね感謝の気持ちを伝えるっていう意味ではちょっと照れますけどね、ありがたいなと思います。そういう日があって、俺は改めて言える日っていうんですかね。あそう病院の話といえば、ちょっとまた話がとっちらかっちゃうんですけど、久しぶりに恋バナしようか、久しぶりにね、数少ない恋バナって呼べるほどじゃないかもしれないんですけど、まあ思い出、入院してた時その担当してくれたお医者さんですよね、すごい若かったんですけどね、多分ね25、6歳とかだったんじゃないかな、お兄ちゃんみたいな感じの先生が主治医だったんですよね。見た目とかに無頓着なのか、なんかねいつもね鼻毛が出てるんですよ鼻毛出てるなとは思ってたんですけど、でもねすごく優しくて恋心みたいのを抱いたんですよね。で一緒にその入院してた女の子もその先生のことをいいよねみたいな感じで、言ってて、2人でよく盛り上がってたんですよ。で退院する日がねどんどん迫ってくるじゃないですか。そうすると病気は治りたいけど退院するのは寂しいみたいなね、なんかそういうのはあるわけですよ。退院するまでになんか2人で手紙でも書いて先生に渡そうかなんて言ってたんですよね、でそんな話をしてたらもう消灯間近だったのかな、消灯してから喋ってたのかな、で看護師さんが来てね、何2人で楽しそうに話してんのみたいな感じで、先生って彼女いるのかなみたいな感じでその看護師さんに聞いたんですよね。そしたらいるよっていうかね、婚約者いるんだよっつってハートブレイクですよ、あっという間にハートブレイク、
ってそれもね、あの同じこの病院にいる女医さんでお医者さん同士で結婚するなんて素敵だよねなんていうのを 言ってたんですよ儚くも散った幼き恋心、甘酸っぱい、甘酸っぱい。でも鼻毛出てたんですけどね。人は鼻毛じゃないっていうこと。っていうか、ね、そんなことがありましたね。まあ今度はね、父の日が今度来るからね、何にしようかなと思いますけど、父の日が6月でしょ。うち両親ともに誕生日がね7月なんですよ。5、6、7と続きますからね。4回やってあげなきゃ。あーもうなくなる。喋りながらだからゆっくり食べたけど、きっとねつるっと食べきれちゃうと思います。よく冷やして食べたら美味しいと思います。さらに、うん、最後の1個結構満足感あるけど、131キロカロリーしかないから悪くない。はい、ということで完食しました。だいぶ雑談が長くなっちゃいましたけども、ということで今日試食してみたコンビニスイーツはもっちりわらび餅練乳いちごセブンイレブンでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ひろみずチャンネル、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週のひろみずチャンネルはお休みをいただきたいなと思います。またちょっとね時間空いてしまいますけども、皆さんね体調に気をつけてとか元気に過ごしてほしいなと思います。まあね、ちょっと非常事態宣言が続いちゃってるので、なかなかねこう羽を伸ばしてこういろいろゆっくり遊んだりってことはできない状況ですけど、こう充実した時間をそれぞれ皆さん過ごせるといいなと思っています。うん、私もねちょっとまた曲作りをゆっくりやりたいな。あとは映画を見たりとかね。やっぱ映画っていいですよね。いろんな世界やいろんな国に行ったような気持ちにもなれるし、いろんな人生をこう体感できたりとかもするし、うん、やっぱいいなと思います。あと本を読むとかね、うん、あとはやっぱ散歩とかも、例えばまあ普段行かないところまでこう足を伸ばして歩いてみるとか、そんなんだけでもなんかすごい気持ちよく、ね、天気のいい日なんかは過ごせるんじゃないかなと思います。まあね、あと1日頑張ればまたね週末も来ますので、どうかいい週末を過ごせますように。最後までお付き合いありがとうございました。また次の動画で元気にお会いしましょう。ひろみでした。バイバイ。Oh.